石巻に恋しちゃったとは、どのようなイベントだったんですか。はい、石巻にいらっしゃるですね、まあ、趣味や特技持つ方々にですね、達人と称して、まあ、26人なんですけども、ここは26人による、まあ、体験型のプログラムを、皆さんやっていただくというプログラムです。まあ、石巻に恋しちゃったのは、まあ、目的が、まあ、大きく言うと2つあるんですけど、まあ、1つはやっぱり石巻の魅力をですね、発掘するんですよ。で、やっぱり秋、まあ、今の季節ですね、に石巻の良さもう味わえるんですよ。夏は夏で石巻の良さっていうのがあるので、まあ、その夏のプログラムもやりたいなと思って今回、まあ、次回か考えてます、ね。はい、やっぱり地元の方々が石巻を好きになる、まあ、さらに好きになるで、まあ、恋しちゃって、で、まあ、復興っていうものにですね、まあ、皆さん関わって、まあ、みんなで復興していければいいかなっていうふうに思ってですね、つけたっていうのが今回の、はい、由来、まあ、趣旨ですね。石巻、地元の中学高校生が、まあ、石巻から文化を発信していく、そういう場を作っていく、その最初のステージということでデビューライブということになっています。まあ、ここで、いろいろな体験をした子たちが、これから、まあ、もしかしたら石巻が出ていくかもしれませんけど、また戻ってきて、そして震災後を生きる、この震災後の社会を、復興させていく、さらに、いいものにしていく、まあ、そのきっかけになっていくんじゃないかと考えています。緊張してるけど頑張ります。いっぱい頑張ります。下手くそですが頑張ります。パワー爆発させて頑張ります。ファッシャルいらねえです空気どうしたらいいんだって思い続けた。普段あんなに降らない雪なぜ何度も街を白く染めた。放射能のことは何一つ僕ら知らされることは絶のチャンス。